アポロ月着陸船は、アメリカ合衆国のアポロ計画において、2名の宇宙飛行士を月面に着陸させ、かつ帰還させるために開発された宇宙船である。グラマン社開発。加工弾と上昇弾によって構成され、着陸する際は、加工弾のロケット噴射をブレーキに用い月面に降り、帰還する際は、加工弾を発射台として、上昇弾のロケットを噴射して、 軌動場の指令船とドッキングする。総重量は 14,696kg で、そのうち加工弾の重量は 1149kg を占める。開発が遅れたために、アポロ計画全体の進行にも支障をきたしたが、計画に影響を与えるような大きな故障を起こしたことは一度もない、信頼性の高い宇宙船であった。LM は NASA が 月面着陸の方法を直接降下方式や地球軌道ランデブー方式ではなくガ軌道ランデブー方式を採択したことによって開発が必要になった。直接降下方式では宇宙船のすべての部分が月面に着陸するがランデブー方式では着陸部分だけが月面に降りる。地球軌道ランデブー方式の場合複数のロケットを打ち上げなければならず。 コストが莫大になるという点では直接効果方式と指して変わりはない。しかしガツ機動ランデブー方式の場合は先の2つの方式よりも対コスト効率性に優れていることからこの方式が採用された。LM 開発の契約はグラマン社とその参加にある多数の下請け会社が獲得した。グラマン社はかつて1950年代に ランデブー方式の研究をしていたことがあり、1962年にも同じ研究をしていた。1962年7月に1日の企業に対して LM 開発についての打診があり、9月に旧社が申し出た。最終的に同じ月にグラマン社が契約を獲得した。開発費は3億5000万ドル以上になると予想された。開発は 困難を極めた。まず問題となったのは重量だった。当初ロケットの打ち上げ能力から要求された重量は9トン以内だったが、開発初期でさえ予定重量は10トンを超えていたため、徹底した軽量化が図られた。当初曲面形だった本体は平面構成となり0.025ミリ厚のアルミ板タのみで、外の真空と隔てられている部分も存在した。 足も5本から4本に減らされ、1回切りの仕様となる干渉機構はアルミ製ハニカムが潰れることで着陸時の衝撃を吸収する方式が採用された。こうした努力にもかかわらず、最終的に重量は15トン近くに達し、見かねたフォン・ブラウンがサターン V の水力を増やすことで、ようやく解決を見た。 次に問題となったのは着陸用エンジンで、従来のロケットエンジンに比べ繊細な出力制御が要求されたが、燃料と酸化剤の火を一定に保ちつつ、流量制御する特殊な供給機構の開発により、解決された。初飛行は1968年1月22日で、サターン1バイトロケットによって打ち上げられ、無人でテスト飛行が行われた。 二度目の飛行は1969年3月3日のアポロ9号でサターン V 型ロケットによって打ち上げられた。マクリビット、スコット、スワイカートの三人の宇宙飛行士により地球周回軌道上で飛行士の乗り移りや LM の分離、再ドッキングなど様々なテストが行われた。指令船、機械船、ガッツ着陸船をフル装備して サターン V ロケットが打ち上げられたのは、この飛行が初めてであった。続く1969年5月18日のアポロ1号の飛行はいわば月面着陸の予行演習で、LM は月の表面1 0トルまで接近した。1969年7月20日、ニール・アームストロング、バズ・オルドリン両飛行士の乗り込んだアポロ11号によって、 人類は初めて月面に到達した。1970年4月、LM に劇的な役割を果たす機会が訪れた。アポロ13号の機械船の酸素タンクが月に向かう途中で爆発した。飛行士は LM をあたかも救命ボートとして用い、使用不能になった機械船のエンジンの代わりに、LM の高火用エンジンを使って地球に帰還するための加速を行った。 LM は本来は二人の飛行士を45時間生存させるよう設計されていたが、あらゆる部分を切り詰めて使用した結果、三人の飛行士を90時間生存させることに成功した。最後期のミッションでは、加工用エンジンの直径を10インチ拡大し、燃料タンクを増量するなど大幅な改造が行われ、月面に最大3日間滞在できるようになった。 またこの3回のミッションでは、月面車が使用され、飛行士は LM から最大で 7.6km 離れた地点まで行動できた。搭載されたコンピュータについては、アポロ誘導コンピュータを参照。上商談加工団、ありがとうございます。